と思う。こんにちは。お世話様です。はい。はい。浅野の電話した方。あ、そうです。はい。真中です。いえいえ。本当は泊まる予定でしたんですけど、昨日結構雨降っちゃったんで。そうだよね。そうなの。こんにちは。お世話様です。はい。で、ペットサイトは一番下なんです。はい、あ、そうなんですね。で、はい、今日はペットサイトに出すけど、何時までにも来るんですか？わかりました。ええ、はい、まあ、はい、わかりました。別に暗くなっても、今日はペットいないですから。そうなんですね。はい。はい、こちらの
測結果です、はい、そしたら大丈夫ですか。あとはそれで、はい、Wi-Fi が入ってますから、はい、これ Wi-Fi です、はい、一番下に、あ、はいはい、で、薪燃やしますか。薪は今日はちょっと焚き火台持ってこなかったんで、はい、大丈夫だったら、あの水はあのその下の方にありますから、あ、はい、わかりました。はい、ジュースもいっぱいどうですか。大丈夫、ありすいません、ありがとうございます、すいません、いただきます、すいません。結構、はい、結構道険しいですね、そこね。え、道が来るまでが、まあ、水がね、結構四駆じゃないと結構厳しそうな、他人の土地なんです。あ、そうなんですね、車でが、あ、そうなんですか、お願いします、シリがシリが反応、すごい、どこでもドアがある。これお子さん喜ぶね、これ。はい、皆さん待ってた。じゃあ行きますか。絶対これ絶対普通の車で無理じゃん、この溝。よし、楽しいね。よし、到着。持ち上げて、持ち上げて、持ち上げて、偉いね。荷物運んでたんでしょ。何キロ残してるかいい感じだよね。大丈夫かな、微妙だな、微妙だな、これ微妙だな、ちょっと微妙だな。こっちは硬いからいけます。ダメだね、ダメだよ、これじゃ。
大きい膜張ったらちょっと終わりだな。メーター3メーターある。ウェブサイトはどうも、ふえさん。もうちょっと。もうソロ膜じゃなくて、これちょっとですね。ご希望のサイトで注射してから受付してください。もう食器専用だね。1234番なのか。1234、5段か。一番上ないだろうね、きっとね。ここは広い。ここに斜めに入れると。サイトによって大きさが。そっちだ。破壊してばってね。この道を行くわけだからね。近くにこういうとこあればいいんだけど、 B サイト4から5ぐらいとか力が景色は見えないね。大きなこの松の木が、松村さんの木、お客様第1号、1号の人の名前がついてるんですね。松だけにね、冬に車を入れないのか。そこに止めて、ここから搬入か。足痛いでしょ。大丈夫？軽やかだね。よいしょ。で、あ、上にもあるの。間に張ってもいいよ、さすがに。足痛いでしょ、じゃん。足、ゴツゴツして。フェリーサイト一人。どんどん増設してる感じでね。右側どこでも自由だし、若干回るかね。いいね、夢があって。どうぞ。メダカ買います。これ途中の洗面台は飲み水としてはダメなんですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫なんですか？あ、そうか。はい、はい。2つあったんですけど、食器用って書いてあったんで、あっち上も車乗り、あ、途中の傾斜のとこはダメだけど、上の方砂利敷いてる方は車で大丈夫なんです。あ、そうなんだ。
みんなやるよ、わざと携帯にキャンプするよそうですか。この、はい、ここにキャンプするんだけど、斜めここですよね、このこれなんかいっぱいだよ。そうなんだ。これ空いてるの、いろんな人だわまあ寝づらいですよね、横にも寝られないし。はい、じゃあどんどん人気出てきちゃいますね今度ね本当ですか。なんてやつですか。これね、ミスターバイク。見たことある、そういうの。じゃあバイカーさんも結構あれなんですね。俺写真入れてはい、どうも。すごい。これもね、ここでこう、じゃあどんどんあれですね。おお。じゃあ土日とこの道結構あれじゃないですか。来る時間帯と、はい。帰る時間帯をずらしたい。ああ、一応そのチェックアウトの、でも12時から12時までですもんね。あんまりあの被んないように。ああ、はい。なかなかね、うまみが。よくここまで広げましたね。すごいですよ。余計だから。すごいわ。何でもね、どこから簡単だね。あ、はい。石はダメですか、はい、かもしれないですね。でも昨日の雨降ったけど今日はいいよ、水はけ良さそうですよね。水はけいいですね、うん、明日の穴ひょっとすると雲海になるかもしれない。そうなんですね。雨です雨ですよ。いや、冷えててうまっこれさあ、悩ましいところだね。どっちが行くさ、こっち、はい、わかりました。見えてよ、納豆カレー。
本当にお世話様でした。また今度泊まりで来ますんで。すいません、また失礼します。遠吠え。